琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。小原さん、はい。今夜はですね、今更聞けないシリーズで、ユタについてちょっといくつかお話しいただければなと。神崎さん、ユタと会ったことあります？いや、僕はないかな。喫水のユタさん、まあ、あの占い師さん的な人とかはありますけど、あまりその喫水のユタさんっていうのはないですね。僕ね、最初にユタさんと会ったの宮古島で会ったんですけど、お、宮古島、はい、あの宮古島でね、うん、まあ、京都出身なんで、うん、ちょっと寄捨て人みたいにこう、はいはい、都にいた時期があって、うんうんうん、その時にあの京都帰る前に、うん、あの一回ここにユタさんいるから、はいはい、会ってみたらってその当時知り合った人に言われて、はい、で、まあ、平良市に住んでた、まあ、今現在平良か、うん、昔は市でしたけどね、はいはい、まあ、ちょっと田舎の方にいる下地のおばあちゃんっていう方に会いに行ったんですよ、はい、そしたらね、すごいあの最初わーって感覚かり合ってるんですけど、神様を下ろして、うんうん、はい、で、なんかね、いろいろ言うんですけど、うん、あんたは将来また沖縄に帰ってくるとか、沖縄のなんか歴史とか私たちのことを調べるって言われたんですけど、その頃も京都に帰って沖縄には戻ってこないでおこうと思ってたから、はいはい、何言ってんだこのおばあちゃんと思って、うんうん、まあ、結果的にそうなってるんですけど、今ね。すごい当たってるじゃないですか。そうなんですよ。で、その後、まだその感化かれた状態が続いて、うんうん、もうボロボロの大学ノートに、ボールペンで、うんうん、にゃ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 ってこう、なんか書き始めたんですよ。で、最後に見せてもらったんですけど、うん、何にも読めない。日本語ですらないけど、日本語があったんです。2箇所。2箇所。はい。で、それは、清なり、高子って書いてあったんです。おお。実は僕のお父さん、名前清重って言うんですけど、おお。清い、清酒の清に、はい。成人男子の清って書くんです。おお。で、これで清重って読むんだけど、うん、よく間違えられるのが清なりって読み方だったんですね。あ、すげえ。で、母親の名前高子なんですよ。何も言ってないんですよ、それ。うんうんうん、言ってないのに、最後に、清成高子って言い間違いも含めて、両親の名前言われたから。ああ、すごいな。ええー、ってのが来て、で、それが理由でまた沖縄帰ってきたんですけど、もうね、30何年前ですけどね、うん、まあちょっと今不思議な経験としてまだ残ってますけど。なるほどね。この、ご先祖さんを呼ぶっていうのはまた別なんですか？たぶん、ユタコさんとか、そういうのではなくて、ユタさんってね、自分の後ろの神様を通してなんかをするんです。ああ、なるほど。じゃあ別に、まあ言うと、あれ、関西出身じゃないですか。あんまそういう出身関係なく見てくれる。あんまり関係なかったですね。多分日本語は通じるからじゃないですかね。僕は多分フランス人とか、ベネチアの人だったら。ベネチア人。イタリア人だったら、まあ、通じないからね、答えられたかもしれませんけど。ああ、なるほどね。じゃあ別にそう、なんか、あれだ、沖縄の土着のっていうことでもないってこと、ね、そうですね。あるんですね。まあでもその経験があったから、ちょっとユタさんについて調べてみようと思って、うん、また沖縄に帰ってきたんですけど、はい、そういう経験がありましたね。じゃあちょっとユタ話をもう少し掘り下げたいんですが、はい、ラジオはここまでということで、はい、今夜のお相手は神崎仁と小原武史でお送りしました。僕もね、この知り合いっていうか友達とかで、まあ、霊感ある人とかいるんですよ、うん、でもすごい黒魔術とかに凝ってて、うん、まあ、やっぱりそういうらしいことするんですよ。タロットとか黒魔術とかもやって、うん、まあ、まあそういう当たったりもするんですけど、うん、ああいう なんていうんですかね、スピリチュアル系とユタさんの違いってなんかあるんですか、やっぱり。ねー、スピリチュアル系の方は、大体宇宙と繋がってると思うんです、うん、僕はね。ああ、まあなんかそうですね。情報源的になんか、それっぽいですね、うん。過去世がどうこうみたいな話とか。まあ、ユタさんにもそういう方いらっしゃるんですけど、うん、大抵その、後ろについての観音様とか、あ、沖縄の滝の神様ですね。はいはいはい、うん、だから、本当ね、いろんな人と会ったんですけど、はいはい、明らかにインチキだと思う人も申し訳ないけど結構いらっしゃって、うん、一回会ったユタさんはね、はい、
駅占いってわかりますね。なんか、こう、割り箸みたいなのが書いて、はい、ここに印がついてるんですよ。で、ね、はい、それで、そうそう、見る駅系っていうのがあるんですけど、うん、あれですかって聞いたんです。ここになんかあったから、いや、違いますよ。で、シャカ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 やって、うん、それがね、うん、沖縄そばの赤と黄色の橋だったんですよ。で、うん、一本引いて、うん、何も印ないんですよ。うん、いっぱいあるけど、はい、で印ないので、うん、そうか、つってこれを置いて、うん、で、あなたは、なんか、株の取引に失敗しますとか言って、株なんかしたことないんですよ。今もしたことないですよ。だからなんかそのこと言われて、乗ってる車は黄色でしょって言って、バイクしか乗ってなかったから。結構ね、外して、なんか適当なこと言われて、最後なんか嫌な気持ちになって帰った経験があって。そういう時、気まずい雰囲気になるんですか？向こうの人はどん、外れていくとどうなんか上から目線で結構言われて、まあ30年前ですけどね。ああ、なるほどね。まあそういう経験もあったりとか、あと、いつかね、そのユタさんの本書こうと思って取材してる時に、知り合いでね、ユタさんの電話番号を知ってる女性がいたんです。うんうん、で、彼女がいろいろ聞いて、はいはい、で、電話した時に、うん、すいません、一回見てもらえませんかねって言った瞬間、うん、あんた、私騙そうとしてもダメだよ。あんた新聞に書く人でしょ、言われて、何も言ってないのにガチャンって切られて、あれも不思議でしたけどね。なんかそういう、まあそのさっき言ってた車術に凝ってる子なんかは、うん、やっぱまあ当たるんですよね、言ってることが。で、その子なんかはやっぱりその人が家で何やってるか見えるっていうんですよ。だから普段だからこんないいこと言ってても、あの人は家でこれやってるよ、あれやってるよ、みたいなことを見抜く子なんですけど、なんか僕は全く見えなかったらしくて、ずっと不思議がってました。なんかやってるんですかみたいな。別に何もやってないですけど、なんか僕だけはその生活が見えないみたいなことを言われて。なるほどね。我々そういうこと、そういうとこ行っても、なんかな。結構当たるんですよ。そう、さっき言った父親の名前とか、うん、母親の名前当てるんですけど、なんか肝心なとかも当たんないですよね。僕は見てもらうと。なるほどね。一個あったのはインドで、インド占星術の、おじさんに見てもらって、お前はなんで映画の仕事しないんだって言われたんですよ。おそれがもうだから沖縄に来る10年くらい前かな。その頃はお仕事何されてたんですか？その時はね、もう、某国営放送局で、デザイン会社で働いてたんですけど、それを辞めてインドに行って、で、その時はもう演劇やってたかな。沖縄に来て演劇指導やってたかな。はやってたけど、映画の話なんか全然ない。これ、引っ越してからだけの話なんで。ひたすらお前は映画をやれ、映画をやれって言われた。なるほど、なるほど。と、引っ越しは今のところに南駅っていう。ただ、君の、あれは、星の運を見ると、すごく、ラーマ神って、まあ、神様と同じ星を持ってるけど、一箇所すごい傷があるから。傷がある？傷がある。星先生中に傷があるから、で、それはちゃんとプージャ、お祈りをしたら、ああ。合うと。で、あと、まじないの水をかけてあげようと。なるほどね。かけてもらったけど、後でそれが、牛のおしっこやって聞いて、ちょっと嫌です。っていう話がありますけど。なるほどね。でもまあ、なんか見えてたんでしょうね。うん、見えてたし。だからその、なんか、あからさまに外れって僕はもうあったことない。なんか、当たってはいるけど、みたいな。微妙なラインの人には合いますね。なるほどね。なんかああいう方と、その、いわゆる喫水のユタさんとは、なんか一回会ってみたいですね、ユタさんっていうのを思っている。うちのね、知り合いの女の子から電話かかってきて、その知り合いの女の子の知り合いの弟さんが行方不明なんですって。はいはいはい。で、誰かユタさん知りませんかって相談されて、知らなかったから小原さんのところ連絡しました、つって。で、その時知り合ってた、まあ、ユタさんみたいな人に、ちょっと聞いてみようかっつって。で、聞いたんですよ。はいはい。そしたら、その人は、しばらくで待ったんですけど、芝生に寝っ転がってるのが見えると。おー。何してるんですかって言ったら、頭を下にして芝生に寝っ転がってると。で、首にロープがかかってると。わかるでしょって。
もう亡くなってるって言われたんですよ。で、まあ、おそらく自殺されてロープが切れて、ああ、落ちて斜面の方に頭を下にして横たわってると。で、それを聞いたので、うん、まあ本人に伝えたんですね。うん、そしたら本当に3日後に警察が捜索して、うん、はい、どっかの、まあ名護の方の山地で、うん、はい、同じような格好で発見されたんです。すごい。っていう経験はありましたけど。やっぱりじゃあ見えてるんですね。まあ、そうですね。ただ、これ僕の持論なんですけど、うん、まあ、ユダさんも人間なんで神様じゃないんで、うんうんうん、完全に善をするかって言ったら、そうではない。つまり力はあるけども、その力を使ってお金儲けをしたりとか、すごいビジネスに走っちゃう人、はいはい、あるいは本当にあの、自分が支配したい人をこう、本当に手の上で転がすのが好きな人。ああ、はいはい。いろいろいらっしゃるんですよ。だからその人が、あの、例えば人を癒したりとか、さっきみたいにそういう行方不明の人を探したり、うん、まあ、来世とか前世のこと分かったとしても、うん、まあその使い方ですよね。あ、まあ、そうですね。人格によってね。はいはい。あの本当に自分の周りにだけ人を囲って、お金だけバンバン取るような人もいるから。で、これ実はですけど、ある、まあ、税務やってる人が、うん、ある会社が倒産したんで、うんうん、税務監査に入ったわけですよ。はい、そしたら、使途不明金が2億あったんです。ん ?2 億。2億。使途不明金。これを調べていくと、はい、ある板さんにつぎ込んでた。10年にわたって。これ事実ですからね。こういうこと普通にあるんですよ。やっぱりそういうね、上に行けば行くほどハマりますもんね。ハマったらもう止まんないですからね。そう。だから、ユタ半分、ミシャ半分というように、うんうん、全面的に何でも信じて、盲信するのは良くないかなと僕は個人的に思いますね。まあそうだね。まあまず人を決めるのは自分ですから。そうです。まあ、参考までに。そうですね。まず、ユタといえども人を見なさいということですかね。まあ、ユタさんに行くときは、はい、その辺をちょっとわきまえてね、うん、行くのも大人な対応かなと思います。はい、はい。ありがとうございます。今夜のお相手は神崎仁と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。